はい、どうも、ご無沙汰しておりますつったり TV エビでございます。今日はですね、風がまあまあ強いんですけど、ちょっとね、釣りっちゃ釣りなんですけど、まあテストというかね、のベイトタックル、これはねリアルーナ、86ML っていうベイト用のシーバスロッドですね。これをですね、リサイクルでゲットいたしました。ということで、シーバスタックルをね手に入れたんですけど、あえてのベイトロッドですね。でこれのちょっとキャストのチェックにやってまいりました。バスロッドと違ってね、まあ、長さもあるし、調子も違う、まあ、どんな感じかね、ちょっといろいろ投げてみようかなと思います。そんな感じで今日はキャスティングテストでございます。それでは行ってみましょう。スタート。私はね、シーバスそんなに今までね、がっつりやってこんかったんで、シーバスのルアーをねあんまり持ってないんよね。これでもだいぶ増えた方なんだけど、こっちはまあ120クラスかなのちょっと長めのルアーで、シーバスハンター庶民の味方で、ワゴンセールでね買ったハイドシャロー、これ2本入ってます。であとはサイレントアサシン、からセットアッパーの DR、あとは何シードライフ、そのぐらいですね。こっちはねバイブレーションと、90mm 80mm 90mm ぐらいのちっちゃめのやつちょろっとね、ケータとかパンチラインとか、アサシンの80とかラパラの CD9 とかね。バイブレーションはサルベージばっかりです。であとはこっちは、ソフトルアーね、コアマンの VJ16 と22からシャットテールが2本、ピンクロとクリアっぽいやつね、これだけしか持ってませんね。シーバスルアーね高いんで、そんなにねあれもこれも買えないんで、なるべくワゴンセールで見つけたら安いの買うんだけどね。で今日はね、このジリオンね、ジリオン SVTW とHRF PE スペシャルってやつね。これね2台とも、現行モデルじゃなくて1個前のね、2016年モデルかな、現行モデルが2020か21か、ちょっとわからんんだけど、これはね両方とも2016モデルだったと思います。長いもの使ってますけどね、これを使ってちょっと投げ比べてみようと思います。ほんでこっちはね、PE が 1.55 でこっちの HRF は、PE2.5 が入ってます。でまあキャストの違いとか、どんなもんかね、どっちのリールが投げやすいかラインが投げやすいかちょっと比
べてみようと思います。さあ、とりあえずね、ジリオンの SVTW で P1.5 号の方からね投げていこうと思うんだけど、とりあえず一般的な、98シュアラインシャイナーの 98F 噛んだね、シュアラインシャイナー 98F ね。でバスで使ってる時とね、ブレーキセッティングそのままで行ってみますね。6ブレーキのねダイヤルは6です。で、メカニカルの方は、ゼロ設定からクリック3つぐらいね緩めてあります。これで行ってみましょう。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 37m。 あ、そんなもん、意外と飛んでないね。ハマチはもう入っとらんでしょう。うん、多分。いや、今日はね、あの道具変えたけん投げに来ただけです。試し投げです、今日は。今ですね、このラインが、1メートルごとにねマーカーがついてるんで、それでラインの放出量で数えよるんだけど、ブレーキ6だとね38、40弱ぐらいしか飛んでないんで、今ブレーキ5に落としました。42になりましたね。ブレーキを4まで落としてみましょうか。じゃあブレーキ4に落としました。ちょっと糸が浮いたね。もう一回投げてみようかな。ブレーキ4。4にすると少しラインが浮くんだね。これはサミングすれば多少はいけるんかな。6、5はねサミングほぼなしでも、あのバックらせんかったんだけど、4に落としたらねちょっとサミングがいるかな。ちょっともう一回やってみましょう。よいしょ。ちょっとサミングがいるね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、になったね。42から46になったんだけど、ちょっとね糸が浮いて軽くバックラする感じ。ブレーキ4はちょっとねストレスがあるかな。ブレーキ5とね、ブレーキ5にするとほぼノーサミング。1、2。さあ、じゃあ次はね、これ、サイレントアサシンの129、ちょっと大きめのミノーにしてみます。サイレントアサシンはね一応カット飛び系のルアーということで、ブレーキは一緒5にしときます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、6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 7、
あ、少し伸びたね。46、4メーター伸びたね。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、一緒だね、46。ほい、だいたい46メーター。じゃあ次はバイブレーションで行ってみようか。バイブレーションの普通サイズぐらいで行ってみようか。70。バイブレーションの70でいってみよう。サルベージュの70。これどんぐらいあるんかな。 20g ぐらいあるんじゃないかな多分。ブレーキはね、今ずっと5のまんまで。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、もう一回。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32。おお、伸びたね。52メートル。ほい、まあまあメタ、バイブレーションね、飛ぶのはまあ分かっとったけど、こんなもんかなっちゃこんなもんだし、こんなに飛ぶかと思えばどうなんじゃろうねようわからんね。さあ、じゃあね、今度はリールを変えました。 HRFPE スペシャルっていうね、リールでございます。で、これは今度ね、ラインが PE が2号に変わりました。で、リーダーは20ポンドになってます。で、これでブレーキはね、同じ5で行ってみます。で、メカニカルの方も、0ポイントから少し緩めた状態で、まあ、ブレーキセッティングはね、同じ、ジリオンと同じでやってみようと思うんだけど、ラインが太くなってリールが変わったらどんぐらい変わるんかちょっとやってみます。はい、じゃあね、ルアーは一緒、最初と一緒ね。ショアラインシャイナーの98、こいつからいきます。ジリオンより飛んでるぞ。今度はね、サイレントアサシンの129。53。大体あれだね、ジリオンより HRF の方が飛ぶね。ということでね、リール2台、投げ比べてみたんだけど、まあ結果だけ言うと、こっちの HRF の方がこのジリオンよりは多少 4、5メートルなんだけど、飛距離がまあ伸びたっていう感じね。それで、まあスピニングと使い分けてやっていこうかなとは思うんだけど、そもそもね、私あのベイトリールのキャスティングがそんなに得意な方ではないんで、バス釣りやるときも
フェイトタックル使うのはね、私3割ぐらいかな、7割スピニングでやるんだけど、まあ G リーグとか、まあビッグウェイト投げるときぐらいだな。クランクとか巻くときにやるけどね、ベイトタックル。だけどそこまでね、ベイトのキャスティング技術が高いわけじゃないんで、だからそれで飛距離が出んのか、もっとあのブレーキのセッティングをねシビアにやればもうちょっと飛距離が出るのか、そもそも投げ方が下手なのかっていうのはちょっとまあ分からんけど、そんなにうまいとは思わん自分でね、ベイトのキャスティング。まあただ海で使う分に、例えばシーバスとかね、そこにやった時に、流れの方をトリックさせたり、クリック周りのピンスポットで打ったりするんでね、これはまあ圧倒的にベイトの方が有利かなっていう感じはするんだけど、まああとは飛距離ね、どうしてもオープンエリアでとにかく飛距離が欲しいっていう時はスピニングを投げる。その辺はねうまいこと使い分けていこうかな。ただあのベイトでキャスティングする方が、ね、俺はね楽しいっちゃ楽しいかな、ベイトの方がね。長いこと釣りしてきて、ほとんどスピニングリールで釣りしてきてるんで、新しいこういうね、そんなに使ったことがないベイトリールっていうのでやっていくのは楽しいなっていう感じがある。あとなんとなく勝手なイメージなんだけど、ベイトでもしかけた時の方がちょっとやったった感があるかなっていう感じです。そういう感じでね、ベイトタックルを導入したので、ベイトロッドとねリール2台投げ比べてみたという回でした。